戻ったとのご申告をいただきましたんで、改めて復活しましょうか。サホミスさん、ん？ CPU の影響、CPU は全く影響ありません。ちょっとね、待機幅がね、たまに動くんですよね。ちょっとまずいな。もしかしたらこの後もこんなことがあるかもしれませんね。返しの方が全く復活しません。ブラックのまんまです。あんまりやると、また、ブルーバックになっちゃうんだよな。今夜もブルーバックっていうのは嫌ですよ。やめてくださいね。はい。今日は調子が悪いようだな。ブンブンちゃんサンキューということでね、飛ばせない CM も30秒も見せられてようやく復活。申し訳ございません。ありがとうございます。すいません。はい。カーツースリーもそうですけど、私も今日は発熱出てダウンしてるので挨拶だけです。あー、そうですか、発熱ね。本当にお大事になさってくださいね。そんなあなたにアリナミン A と。赤が飛び込むということでございます。はい、リロードしたら治った。あ、よかったよかったよかった。こちらの方は、なかなかリロードしても治んないんだな。はい。では参りましょうか。83人ですね、の皆さんです。では行きましょう。いつものこちらのコーナーに行きたいと思っております。こちらのコーナーです。よいしょ。どうぞ。俺には走る理由がある。さあ、というわけでやってまいりました。2週間ぶりの、ん？音声が。は、は、は、は。お、音声来てない。ん？は、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 は。お？音声が来てない。は、は、は。は、来てるね。OK。あれ、こっちが点灯しないのかな？はあ、はあ、あら、フレッツ光。あ、聞こえてます。あ、よかったよかった。はい。では行きましょう。ランツースリーでありますね。私、渡辺大輔。来年の2月15日に開催となります、熊本城マラソンに出場することが決定いたしました。で、いつもこちら側の調子が悪い状態と。こちらもね、なんか、繋がってるはずなんですけどね、待機幅がちょっとたまにこう、ブレーキをかけることがあるんですよね。はい、ということでございます。で、持久力がとにかく僕ないんです。スポーツほとんどしてこなかった人間なので、なかなかそれがうまくいかないんですよね。じゃあどうすればいいかということなんですが、スポーツクラブに行ってみようと。今まで行ったことなかったんですけどもね、そういったところにもちょっと行ってみようということで手を出してみたいと思います。熊本城マラソンまでいよいよ109日と9時間40分ということになってまいりました。来年の2月15日に開催となります熊本城マラソンに向けてピークを上げてぐんとやっていきたいところなんですけどもね、なんとかいい記録、前回ご紹介しました通り、まあ、目標としてはなんとか初心者ですけども5時間切れればいいなと。5時間切れれば、まあ、サンデーユーステーションの放送時間内にゴールできるわけですよ。それをちょっと目標にやってみたいなというふうに思ってるわけですが、果たしてどうなるのかちょっと気になるところですね。あ、ミッキーさん負けないでありがとうございます。ランツースリー熊本城マラソン2015、そうなんです。音声だけになってる？ん？音声だけになってる？お、皆さんどうでしょうか。映像の方は流れてますでしょうか。地元の神戸近辺のアーカイブ見ました。よく知ってるところはさらに面白い。あれですよね、そう、近くを走ると結構嬉しいなんていう方結構いらっしゃるので、収容されない、本当そうですね、収容されないように頑張りたいと、いうふうに思っております。佐藤さん走ってますか。最近はですね、走らずにちょっと体力作りのためにいろんなスクワットとかね、いろいろやってはおりますので、問題ないよ。あ、よかったよかった。うちは映像音声ともに OK です。こちらはね、配信側は今は大丈夫なんですけど、おかしいな、ミキサーのね、触れるはずのものが触れないんですよね。どうした。はあ、はあ、おかしいな。まあいいや。はあ、あ、これでいいか。はい、ということでございます。リロードして復活、映像音声ともに良好、よかった。大盤ですでございますね。はい、まあ、持久力アップするためにいよいよ今週末11月1日からスポーツクラブに行こうというふうに思っております。まあ、その方が
ね、お値段がちょっと安くて済むというところもありますので、しっかりと今度の土曜日から行ってみようかなというふうに思っております。はい、ゆうきさんどうもありがとうございます。音声、映像ともに大丈夫、ソロなんかかけてない、あ、いや、かけてない時の方がね全く触れないんですよ。でソロかけると触れるんですよ。よくわからない状態です。はい、今は安定してます。チャリ 2-3 用の自転車で長時間走るとか持久力トレも、そうですね、うん、あとオグニで、高地トレーニングもやってみようかななんていう風に思っております。はい、というわけでラン 2-3 いよいよね、来年の2月15日に向けてあと109日と9時間37分ということになってまいりました。おー、 iPad も何度かのリロードでナベッツさん動いた、バッチリバッチリ、ありがとうございます。というわけで、ございました。ラン 2-3 いよいよもうね本格的に始動ということになります。これからも頑張ってまいりますので、ぜひ皆さんも応援のほどよろしくお願いしたいと思います。さあ、それではまいりましょうか。ナベッチカー 2-3 今夜はこちらでございます。10月投資企画ということでお送りしてまいりました道のく一人旅、いよいよ今日が第4弾最終回ということになります。今回は岩手県の釜石市、言えてない、釜石市からスタートしまして、同じく岩手県の宮古まで行こうということであります。ドラさんこんばんは、ようこそお越しくださいました。アイコンはショコタン、ショコタンはそういえばね尾骨を折ってしまったということで大変なことになっておりますけど、あー100人超えました、ありがとうございます。裏でテレ朝で三上さんが出てるにもかかわらずこんだけ見ていただいてありがとうございますといった瞬間に100人終わってしまいましたけども、今日のマップこちらです。釜石市の松原交差点からスタートですね。で、国道45号線を通りまして大槌町とか山田町とかそういったところを通っていきまして、最終的には宮古で僕の最北端記録が樹立されました道の駅太郎というところがあるんですけどもね、そこまで行ってみようというふうに思います。イエーイ、パチ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 、ありがとうございます。皆さんの元に地図は行き渡りましたでしょうか。フレッツプレミアル、プレミアム熊本県の一部地域の工事情報、29日水曜日0時。わあ、まずいな。ちょっとまずいな。やだな。来てほしくないんですけれどもね。なんとか持ってほしいです。海岸コースですね。そうです。釜石から宮古、そうですね。いわゆるトップで動画が流れ、ああ、よかった。嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、それでは参りましょうか。23時24分になりました。一部地域を除いて、テレ朝系の身になる図書館をご覧いただきますと、ユーストトゥデイでおなじみの、なんでもでおなじみの三上さんが登場いたします。ぜひそちらも楽しみにご覧になってください。参りましょう。ナベッチカー 2-3。今回は岩手県釜石市からのスタートです。どうぞ。二つの国道の分岐点です。直進で国道283号線。さあ、身になる図書館、現在は、三上さんは映ってないようですね。です前回はね、あの三上さんが、今出てる人のすぐ後ろにね映ってましたんで、ずっと映りっぱなしっていう感じだったんですけども、今日は大きなパイプがそこまでではないようですね。怪しいサイトアプリ徹底スクープということでやっておりますが、カメラアプリの中には怪しいものもその中で出てくるかな。三上さん、放送開始から10分、違うか、しばらく出ないようですね。釜石バイパスです。予想外さん、マトコーン、太郎、鈴木、あ、そうです、釜石港です。ちょこっとだけテレビ見てくる、幼稚園がニヤニヤしながらキャスしてる、つつきたい。ぜひそちらの方も皆さんご覧になってください。あれですよ、URL の出ちゃってくださいね。怪しいのはミカ、なんでもない、もう何言っても俺じゃねえよ、もうな、もう悪意を感じろこの編集みたいな。釜石といったらラグビーの新日鉄釜石、ああそうですね、そう、そのイメージ強い方もいらっしゃる。120人いったよ、久しぶりですね。さ、早速、このバイパスになってるんですね。旧道はこの市街地を通っていくんですけども、その市街地をショートカットして高架で抜けていくっていう形なんです。トンネルの名前は天神トンネル。
天神トンネルを抜けますと交差点があります。宮古方面ということが書いてありまして、その先ですね、旧道と合流するとこういうことになっております。そうですね、行ってみたいですね、師匠さん。いいとこなんでしょうね。さあ、三上どこで出てくるかな、楽しみにしておきましょう。釜石の市街地を、あ、三上映った、お路線と市内を走ってきた路線がガッチャンコするのが今の交差点ですね。鳥屋坂トンネルです。交差点結構長そうです。違う、今映ってないか、怪しい詐欺アプリがあることは、あ、これまた三上さんじゃない、実力芸能人のネット被害、おそらくここで出てくるでしょう。前回やたらとこんな顔で映ってましたからね、三上さん、このパートでね、きっと映ることと思います。結構長いトンネルが続いております。